こんにちは一之瀬です今日はまたイギリスのデイリー・メールで KK 夫妻の撮影会が行われたようですのでその記事をご紹介していきたいと思います。記事はですねイギリス時間の6月25日付となっておりますなのですでにね他のユーチューバーさんもこの記事についてね取り上げてらっしゃるんですけれども今回の写真に違和感を感じるとねおっしゃっていたユーチューバーさんもいらっしゃるんですね。 で私も同じようにね違和感を感じましたのでその点についてもお話していきたいと思いますそして前回同様記事の内容については、まあ、すっかすかですので記事については見出しとリンク先の記事のねこう太文字になってる、ね、主要な部分だけのご紹介で、まあ、十分かなと思いますそれよりもね今回はコメント欄がオープンになっておりますのでコメント欄から「デイリー・メール」読者コメントをいくつかねご紹介させていただきます あとちょっと、ね、話が変わるんですけど今回の、ね、記事で、まあ、KK が3度目の、ね、司法試験にチャレンジ予定という部分があるんですけれどもえ私が、ね、今回注目しているのはキャロライン・ケネディさんのイケメン長男の、ね、ジャック・シュルスバーグさんって、ね、いらっしゃったと思うんですけどえジャック・シュルスバーグさんももしかしたら7月受験なのではないかと思うのですよ。 確か、ね、1月末の報道でハーバードの、ね、JD コースを終了されていてで3月の卒業という話だったのであのもし、ね、ニューヨーク州の司法試験を受験されるならこの7月だと思うんですよでジャック・シュロスバーグさんは将来、ねまあ、弁護士になるか、まあ、政治の道に進むかそれ以外の、ね、道に進むかまだ決めてないということだったんですけれども。 多分弁護士の資格だけは先にね取ると思うのでこっちの方がねよっぽど、ね、関心がありますよね。えー、ということでちょっと話が脱線したんですけれども、えー、デイリーーメルの記事に戻ります、えー、まず記事の見出しから元日本の内親の M 子さん2度目の司法試験不合格の夫と恋人つなぎでニューヨークを散歩ラブラブなご様子っていうね。もう どうでもいい見出しなんですけれどもこれ読みたい方いらっしゃいますか <laughs> もう見るからにねどうでもいい内容と思われるんですけれども一応記事の主、ね、要、えー、部分というか不字の部分をご紹介していきます元日本の内親王 M 子さん30歳が一般人のと k k 30歳とニューヨークでお出かけする姿が目撃されました2人は手をつないでマンハッタンのミッドタウンでくつろいだ様子だったがその後別行動をとりました 元内親王はその後、食料品店アーミッシュマーケットで買い物をする姿が目撃されました元内親王は昨年10月に大学時代の恋人と結婚するため皇籍離脱してニューヨークで暮らしています彼女は緑のスカートに黒のシャツとセーターシンプルなレースアップブーツを合わせ夫は黒のスーツに青のシャツを着ていたはいどうでもいい情報ですね 一応ね本文にも目を通してみたんですけれども、えー、全部ね、ね過去記事の焼き直しでしたね。一応内容については、えー、2人のね、えー、この日の服装のこと、えー、去年10月に結婚してニューヨークに来たこと妻のこと、えー、メトロポリタン美術館でボランティアをしたこと ICU で、まあ、この夫妻がね出会ったという話とイギリスにね M 子さん留学しましたという話とあと KK の、ね、司法試験不合格のことなどなどですね。 でしつこくですね今回の記事でも経済的にね自立していると念押ししてましたね、まあ、日本人はね誰も信じてないと思いますけれども、まあ、写真撮影会のための記事だったということが言えると思います。というかねもうこの2人はもう一般人なんだから皇族時代のようにね公務とかもないですし夫婦そろってちゃんと、ね、働いてもないしもうネタがないんでしょうね。 今のね生活についての真実を記事にすればかなり読み応えがあると思いますけれどもまあそれはねしないんでししょうねそして、えー、この記事の写真に関する違和感なんですけれども他のユーチューバーさんもねおっしゃっていたんですが M 子さんの態度がちょっと変わってきたっていうね気がしています。 まあ今までだったらもう少しねこう仲良さそうな写真でしたけれども今回の写真は M 子さんはまあ KK とね全然目を合わせてないし手もねこう恋人つなぎはしているけど KK の方は M 子さんのね手をこうギュッと握ってる感じなんですが M 子さんの方はこう指をね握り返してないしま握られるに任せてるっていうような状態で終始ねこう目線も前だけを向いて目もあんまり笑ってなくて。 こう2人の間に隙間風のようなものをね。感じてしまいます。多分今ね人生一番楽しいのは kk だけなんじゃないかとね。思うんですよ。まあ、今から後悔してももう失った。シーンは戻ってこないし、もう手遅れですけどね。<laughs> えー、ここからは、ね、勝手な想像なんですがニューヨークに行って、まあ、かれこれ、ね、半年以上経ちますけれども最初は、ね、いろいろ刺激的だったと思うんですがそろそろ生活にもなれるとともに、まあ、つまんなくなってきているんじゃないかと思うんですよ。 で今でも M 子さんには、まあ、警備ももちろんついてるし庶民から見れば、ね、十分世話してもらっているとは思うんですがそれでも栄宮家で、ね、内親農として暮らしていた頃と比較するとやっぱり、ね、生活レベルはまあ10ランクぐらいは、ね、下がっていると思うんですね。 三宅にいたら自分で、ね、買い物することもなかったでしょうし最初は、ね、そうやってこう自分であれこれやるっていうそんな暮らしに憧れていたとは思うんですけど、まあ、お手伝いさんがいるとはいえそれなりに、ね、自分が動かないといけなくて、まあ、大変なことも、ね、分かってきたりとかして経験もこう口ばっかりで全然使えないですし税金も含めて、ね、M 子さん側が全部お金を出している状況が続いていると思うのでだんだんやっぱ、ね、不満が溜まってくると思うんですよね。 ちょうど花屋さんの前を、ね、歩いている画像がありますけれども、M 子さんは経験が稼いだお金で本当にお花の1本でもプレゼントしてもらったことがあるのだろうかと、ね、思います。という感じで、まあ、M 子さんの自業自得ではあるんですけれども、まあ、女性としては、ね、ちょっとお気の毒な感じですよね。えー、というような、まあ、記事だったんですけれどもえ、ちょっとね、コメントの方をいくつかご紹介していきたいと思います。 今回はあのコメントがね書き込めたので私もコメントしたんですよ。とココいうね ID を使っているんですけれども、えー、住所がね福岡ジャパンになっているコメントがまあ私のコメントでして2つねコメントしたんですけれども1つはね反映されてもう1つは反映されなかったんですけれども、えー、反映された方はです、ねまあ、KK はフォーダム入学と奨学金の獲得に M 子さんのコネを使いました。 フォーダムでは姿を見せなかったと言われていますだから2回も死刑に落ちましたというような、ね、内容でコメントしまして、えー、と反映されなかった方は結構ちょっときつめのことを書いたんですよね。で何を書いたかというと彼らは吸血鬼のように日本の税金を使って暮らしています年間700万ドルの警備費に今のアパート代も外務省が払っています。 っていう内容だったんですが、ほぼね。同時刻にこの2つをコメントしたんですが、えっと警備費とかね。多分アパートの政府支援の問題が ng だったかもしれません。それでは他の方のコメントも見ていきます。まだまだね。やっぱり応援コメントが多いんですけれども、その中からね。ちょっと若干否定的なコメントを中心に拾っていきますね。まず、イギリスの方。 日本では経験母のせいで経験を嫌いな人が多いようですねコメントですねまあ、それもありますよね経験母も嫌われてるし経費も嫌われてますで経験夫妻本人も嫌われてます <laughs> でも全員嫌われてるんですけどね、それからね、日本人の方のコメントで、えー、この記事へのコメントをいくつか読みましたが、正直言って、この夫妻に好意的なコメントをくださった方々は、このニューヨークの日本人夫妻を取り巻く現実をあまりご存じないのではないかと思います。まず、ニューヨークの司法試験の合格率は、認定されたロースクール卒業生の場合、極めて高い。 だから他人のお金で高い学費の学校に通いながら何をやっているのか今まで何をしてきたのか時ごロではなく結婚相手としてふさわしいと世間に示すために今まで何をしてきたのかと言いたいです第二に私は日本人女性ですがこの人が誰かが言うように素敵だとは思いません第三に元内親王が幸せそうに見えません男性は彼女の手を握ろうとしているが彼女は嫌がっているように見えます もし彼女が気づき始めたのなら幸せなふりをし続けずに家に戻ってくることを望みます」という、ね、コメントをくださっているんですね。で私もねあの2人の、ね、間ちょっと冷え込んでるんじゃないかと思ったんですけどこの方も、ね、同じように感じてらっしゃるみたいですね。で、まあ、おっしゃる通りの内容で日本人の方のコメントはね本当にこう援軍を得たように心強いですね。 ちなみにこの方はですね、他にも、ね、詳しいコメントを残されていて海外の方のちょっと、ね、誤解しているようなコメントには正しく、ね、説明を加えていらっしゃって私のヒーローロです。<laughs> 次、ですね、アメリカの方彼は銀行に留まるべきだった。 という、ね、コメントがありましてこれはあの三菱 UFJ に、ね、そのまま、ね、頑張ってい続ければいいよかったのにということだったと思うんですけど私は、ね、ちゃんとこれに返事をしました、えー、返事をしたのはです、ね、彼は、ねえー、三菱 UFJ からダメ出しをされたので実際には辞めるしかありませんでした彼は実力ではなく妻の皇室同権で銀行に就職できたのです、まあ、だから、ね、もともと能力不足だったんですよというようなことを返事をしました。 えー、そして、えー、次、イギリスの方のコメントですね。司法試験に二度の不合格はとても恥ずかしいことです。家族の名誉を怪我さぬよう、切腹しなければならないっていうね。あのー、お侍のね、切腹のしきたりをちょっと引用して、まあ、こういうふうにね、コメントされてますね。次に、アメリカの方、二度も不合格の男のためにすべてを捧げるとは素晴らしい。せめて何か一つでも得意なことがあるといいんですが、と書いてあります。 次イギリスの方、何回失敗したら日本人は一族の恥だと思うのだろう、昔は1回でしたということで、まあ、一発で合格しろよみたいな感じですかね。次、アメリカ、額に汗して働いているようには見えません、M 子の一族の財産から無限に湧き出るお金、彼に法律の学位を与えるのは簡単だった、勉強するように説得して実際に試験に合格させることは難しい。 とといいいうことでこででのの方の、ね、コメントもいいですよね、まあ、フォーダムの、ね、卒業までは何とか、ね、あのお金で何とかなったけれども本当の、ね、ニューヨークの弁護士権は実力勝負なので実際には難しいって話ですよね次、イギリスの方のコメント彼はどうやって彼女を養うつもりなのだろうという、ね、コメントに対してオランダの方が返信を入れておりまして養っているのは彼ではないエム子は親からお金をもらっているのでしょうというね。 情報が入っております結構、やっぱり海外もね知ってる方は知ってるという感じですよね。というねえコメントなんですけれども経験はねはっきり言ってねバーテンダーの方が似合いますけれども多分、それではねビザの延長とかができないということでしょうね。次、アメリカの方ポニーテールをやめれば3回目の挑戦で合格できるかもしれません。 どうですかね、まあ、ポニーテールやめてほしいですけれどもポニーテールをやめても3回目の挑戦もダメだと思いますえ次はイギリスの方エムコの夫は頭や顔が体に対して大きすぎるのですが不思議なことに上半身が足に対して大きすぎるため足が異常に短く見えますだから彼は平民としてはそれほど一般的ではなくエムコにとっては例外的に非常に魅力的である人なのでしょう とということでやっぱり海外の方から見ても KK さんのこう体のバランスってやっぱりおかしいって、ね、やっぱ感じるんでしょうね足が非常に短く見えますって書いてあるんですけどもこう見えるんじゃなくて実際に多分非常に短いんだと思います、えー、次はアメリカの方がやっぱり同じようなことを書いてらっしゃいまして、えー、身長がとても低く頭がでかい和オって書いてありますね <laughs> 次、えー、アメリカの方ですね彼はとても小さい 次はイギリスの方家庭教師を雇え明らかに勉強不足だ勉強をしている人と一緒に行って試験に合格しなさい元内資能のために新しい人生を歩めあなたは彼女を家族から奪ったっていう、ね、コメントなんですけれども前半の、ねまあ、明らかに勉強不足っていうのは私も激しく同意いたしますえ次アメリカの方変なカップル変な格好の男っていうね結構あのダメ出しされてますね など,などです、ね、結構、ねえっと、460件ぐらい現時点でコメントが入っておりましておおむね,ねやっぱりあのもう彼ら、ほっといてあげてみたいなコメントが多いんですけれども中にはやっぱちらほらですねあの海外の方でもわり、えー、と、ね、こう厳しい意見もあったりとかして、まあ、少しずつなんですけれども事実が、ね、広まっていってくれればという,ふうに思います。 ということで、えー、今日はですね、6月25日付けのイギリスデイリーメールの記事から、KK スタがね、お手手つないでお散歩をされてましたというね、中身スっかすかの記事をご紹介させていただきました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけましたら、今後の動画作成の励みになりますので、よろしくお願いします。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。